これこう、え、どうすんのこれ、やばいじゃん、想定外の、ちょっと想定外ですね。あ、宇宙ですよ、宇宙ヘルメットの上にアンテナ立てるかなと思ってるけど、それ最高じゃん、さすがに怒られるかな。そう、困っちゃったな。今日はオリキンさんゲストで、はい、よろしくお願いします、はい、なぜかというと最近大流行中の、大流行中ライブスコープ、はい、おかっぱりで使おうというこのふざけた企画、やばいですね。まあこれを多分実現したら陸王優勝間違いなしということで、オリキンさんの協力を仰いでですね、はい、実験することにしました。オーケーオーケー、まあいいや、それで、え、今回、はい、この日立利根川を起点にしてですね、実験をして、で、あわよくばバスも釣っちゃおうという、はいはい、ことにします。もうね、大変だったんですか。大変だった、話があったのが先週ですね、うんうんうん、そこから私ちょっといろいろ出てまして、昨日作りました。あ、ありがとうございます。まあ、おかっぱりで重装備なくです、うん、何かと、ね、機材が多いんで。そうですよね、僕も画面でかいんで、ああ、はい、12インチ、なんでそれを一発でおかっぱり使用できるようにしてきたんで、うん、ありがとうございます、はい、ぜひ。わかりました。もちろん俺の体でも入る、一応聞いたじゃないですか、うん、あ、まあ計算済みですけど、じゃあオブウェイに乗った感じで、はいはい、やってみようかと思います。じゃあやりましょうか。はい、いきましょう。これこう、え、どうすんのこれ、やばいじゃん。想定外の、ちょっと想定外ですね。うわ、でかっ。これ無理だよ。これだったらちょっとびっくりだな。ちょっとびっくり。すげえな、なんか何このハイテクな、なんかアナログなんだかデジタルなんだかよくわかんない。おお、これ立ったの原稿書けそうだよね。これで機械乗っけて、はい、ちゃんとつけられれば、そうですね、絶対見れるよね、絶対見れます、水中やりましょう。このね、線の向きが絶妙ですね、バッチリ、なんかこれ見えないわ、もう、あ、宇宙ですよ、宇宙、はい、宇宙の域に入った、はい、世界の台湾を目いっぱいですね、これで発明いっぱいですよ、これで台湾の来客は全対応っていうことなるね、はい、これもう正真正銘いっぱいです。あ、僕一旦つけてみます、うん、一旦つけて。そんだけやってましたね。入れんじゃない。なんか愛を感じるね。はい、はい、で俺のこれ2人前ですよ。じゃあちょっと待って、はい、あ、ぴったりいけますね。ちょっと待って、おー、すげえ、よし、じゃあやろう、いきますか。そう、絶妙に歩けるぐらいの下の高さにしたんです。うん、素晴らしいね、オリキン天才だわ。いやいやいや、じゃあ浸水式やりますか。やりますか。ガチャンと外して、ちょっとこれ高いかな、一応ね、当たんないようになってる。これ方向は大丈夫。方向は大丈夫です。あ、今日ちょっと水位が低い。水位じゃん。やっぱりちょっと外して、水位な、
ちょっと前出せないですね。結局。ああ、大丈夫ですよ。ちょっと待ってください。つけんの？うん、つけ直します。じゃあちょっと修正しましたんで。はい。ちょっとね、完了で想定外、減衰だったりいろいろもろもろ。トランスデューサーが振動子が水の中に入らなかったんで。なかなかね。だいぶこれ減衰だね。はい、エクステンドしてもらって。はい。入れます。入れます。いきますよ。いきます。ジャポン。おお。これは。お、これ魚？これ16メーター。ちょっと動いてるですね。魚っぽいな。魚っぽい。16メーター先に魚がいるっぽい。お、これはまさに。もう壁ですね。オッケー。でもとりあえず、とりあえずは使えるっていうことが分かったから。そうですね。実践的な。いつも通り映る。ボートやってる。え？ボートやってる時いい感じ、うん、ボートでやってる時の感じ。そう、あと疲れるんですけど、そうボートの時は足手踏むじゃないですか、ペダル、うんうん、だからまあ若干やっぱり足よりは手で回した方が画像がですね滑らかなんです。滑らか、うん、これはやっぱ手にはかなわない。よし、これで行こう。まずはその北利根の水門にちょっと行って実証実験、ね、はい、やりましょう。水門釣れちゃうかもね。シャキーン。おお、5メーターぐらいの、5メーターから4メーター、3匹いる。お、3匹、これバスじゃない？これバスかな。中腰になってほら、これ動いてるよ。いるいる、完全に魚。バスか、ちょっと投げてみます。投げて行きます。はい、どうぞ。難しいね、これか。これでもこうだな。映った、映った、どれ映った、これ？あ、これそう。あ、今追ってたんじゃない？これルアーでしょ？これルアー、これルアー。いや、今そこから沖に向かってったやつがいたよ。お、おー、これルアー。おー、素晴らしい。静止。お、これルアーだ。ルアーがフォールしてる。おー。すごいね。なるほど、ちょっとじゃあ魚探しますね。これは？これ魚？これ、うん、魚は魚ですね。これ今向こう、あのベジテーションの角あたり、もうちょいこっちゃ、あ、でもいいかも。これ？うん、これです。お、いい感じじゃん。あれ？通過してっちゃった通過してっちゃった。あ、痛い。もうちょい伸ばしたいな、これ。はい、次、ハイピッチャー。ハイピッチャー、八村さんです。あ、今ね、ここいいぞ。もろ、大きい。あそこの、お、ど真ん中。ど真ん中ぐらいだ。途中で、どれつまみと。そこ見ると映るね。いや、映ってます。映って、あ、これか、うん、お、あれ違うんだ、上から来るあれ何の影。で、まあちょっと浅いからいろいろ反射してるかもしれない。で、結構浅いから83でも早めしないと。あ、ほんと、いいと思うんです。うん、影ですね。影か。映った。あ、映ってる、映ってる。バス来ないね。バス一切来ないですね。
え、これ持ってきてんじゃないこれ、こいつら。いや、違う、こんなにバスで霞いないっす。6匹ぐらい、6匹ぐらいいたね。6匹はない、うん、よっぽどいい夕まずめぐらいですか。来ないね。でも見えるね。見えますね。じゃ場所変えるか。なかなか釣れないね。やっぱりカスミですよ。え、カスミですよ。カスミはやっぱこんなもん、うん、はい、ということで以上完成形第一段階、ちょっとね、まあまだちょっと納得いかないので、この後ちょっと改造してもうちょっと使いやすくねしたいと思います。まず第一段階、魚探が、GPS マップ、はい、12日です。で、まあアルミのパイプもうちょっとね、後ろで魚探がもうちょっと後ろが行ったんだけど、諸事情で前に来ました、はい、ちょっと山がここにあった、ね、お山がですね、はい、大切なお山が。でアルミのこのパイプ、以前も車のね使いました G ファンというところのアルミ、ジョイントとパイプの、組み合わせになります、はい、めちゃめちゃ、扱いやすくて、前使ったのはもうちょっと太かったかな、これ19ミリってやつですね、はい、ということで、まあ、こんな感じでアルミカットしてジョイントでつないでっていう、寸法決まってれば簡単にできちゃうみたいな、はい、で後ろのこのくっついてる丸いパイプ、これもアルミなんですけど、まあ小1個、これ実はてっぺいさんが、アユ用のしかもダイワの見つけてきてくれて、まあ外側ちょっと取っちゃったんですけど、それが元になってます。なんでこの背負ってるこのねベルトとかこの辺はそのまま使えてると、はい、でそこに、ブロックボックス、めちゃめちゃギザギザでちょっと近未来な、はい、感じで、はい、配線もねいい感じで、12ボットバッテリーですね、まあこれに一応全部つながってます、はい、で、ずっと来てね、大事なこの線、振動子ライブスコープ LVS32 ね、32、はい、ということで、まあ、ここもねパイプをこういう開くジョイントがあったので、この途中につけて持ったり、また畳んだりできるという感じで、まあ案外やってみるとこれ垂直に、ね、なるんで、まあ水面落とした時にちょうどよかったかと、まあこれはちょっと短いんで延長できればなという感じです。いきますぜ。まず水門の前に、そこにいる魚が、反応するんじゃない、先です。いた。おお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 、本当に来た。来た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 。本当に来た。来たよね。6メーター、7メーター。追ってくるんじゃないですか。でもそこいる、 3,4 匹、お、中層でアクション、お、お、食わんか。逃げもしない。どういうこと。あ、でもなんか動く。これ何あいつは。これは映ってるだけだ、うん、水面のチパチパ。ここ面白いね。これサイコロラバーのあれだったら釣れんじゃん。何かしら、サイコロラバーのダウンショットだったら。あ、でもなんか今追ってたんじゃん、こいつ。ほらほらほら、来た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 よ、こいつ。違う、あれ、なんで。なんか釣れそう。ダウンショットまで
よし、スピンナッツから。スピンナッツ。スピンナッツから HP ミのダウンショットですよ、やっぱり。すごい今大群でいるね。今ちょっとやや大きめき。1m ぐらい落ちました。マジ？あ、ここが。もうなんかいるじゃん。お、なんか来た。来たな。来たね。何か来た。お、来た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 。やったやった。おー、あった。やった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 よ。やったライフスコープでやったやった見たよね。見ましたね。見た。すごいすごいわ。食ったよ。食った。すごい画期的。来ましたもんね、今ね。来た。本当に今追ってきたもん。やっぱりすごい。ダウンショットしてよかったね。いや素晴らしい。あれやばい。やっぱりポイントも良かった。いやー、パスっぽかったっすもんね、うん、動きが。ああやって追ってくると、いや面白い。まだ釣れるじゃん。これ面白い。最高だわこれ。さすがです。イエーイ。多分世界初、世界初おかっぱりライフスコープフィッシュ。すごい。いつもの20センチとは比べにならないほど価値がある。これ価値あるよね、これ、うん、じゃあ、すごいわ。逃がします。ヒデさん逃がします。はい、キュンキュン。いや釣りましょう。よかったね。すごいね。間も最高にこうよかった。マジ盛り上がったわ今。お、出てきたみたいな。いやもう明らかにルアー見てるね。うん、釣れる釣れる。いっぱいいるもんバス。本当かな。ちょっと一回車戻りましょう。はい、すいません。俺がもう限界だわ、この7秒間でこれ持ってずっと立ってんの。さっき。よし、じゃあちょっと午前中こねくり回してなんとか使ってたのをちょっと分解します。いやこれ多分快適になるな。そしてちょっと軽くなる。本来はこれタフクロウね、体につけるもんじゃないから、ボートにつけるもんだから。よし、完成だ。最終形態ですね。というわけで完成です。伸ばして、こっちも伸ばして、こんなになると思わなかったな。一回やってみないと分かんないもんだね、やっぱね。この最終形態のこだわりポイントってどっかあるんですか。こだわり、はい、こだわりはやっぱりこれでしょう。ここ可動式のヒンジなんで、午前中はずっとこう持って届かなかったから持って
まあ、こう固定できるとグラグラしないから映像も乱れません。おいいでしょう。まあ、ちょっと、まあ、やってみてだけね、はい、試してみたいと思います。いきますか、いきますか。おこんな減衰しても届く、届く、すごい。あ、いるよバス、ほら4メートル先。ここ結構いる魚。本当っすね、すごい。いよいよ午後の部開始です。18メートル先まで見えますね。おお、綺麗に見える。このあ、クイだ。お、クイ、あれクイ、クイ映ってる。竹ぼうきのクイ、ちょっとあれ撮って、パシャッと。これね、なんかね、入れた途端にね、いつもね、魚寄ってくるのよ、こっちに。おお、これ、絶対さ、音に反応して見に来てると思うよ。釣ってほしい。おお、おお、なんだ、マジかよ今の、なんだよ、中層スピアベイト、ちょっとでもちっちゃかったですね、ちっちゃいバスかもしれない、うん、すごいね、5メーター以上はチェイスしたね、すごいよ、今回釣れそうな気配満点ですな。場所変える、もしかしますか、あの辺にしますか、あの辺、ちょっとガチャガチャして、手が痛い、あー重いな、ちょっと、よし。今何メーター？うん、ちょっと分かんないです。何メーターぐらい？お、来た。わあ、バレた。マジ？これだ。一緒に上がってきたよ。バレたじゃねえか。使わねえか。素ですか。この機械を作ったっていう日だね、うん、そうですね。あとは世界で初めてライブサイトおかっぱりでバスを釣ったと。そうですね、記念すべき日です。これ以上望むのはね、望みすぎだよ、うん、まあでも型ができました。型ができた、型、うん、おかっぱりライブサイトはこうだ、おかっぱりライブサイトはこうやればいいっていう、うん、でもなんか置いといてもいいかなって気もしたけどね、少しね。こんな持ってなくても置いときゃいいんじゃねえかって気もしたけど、でもそういうシステムも作っていいかもしれない、こういうとこだったらね、あ、置いて、この際に置いて、はいはいはい、で、まあそのガラガラでもいいけど、あ、ガラガラは現実的ですね、うん、ちょっといろいろ勉強になりました、うん、でもね、やがてこの時代が来るよ。まあ、ハンドバッグみたいな携帯電話から考えたら、今は。そう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 。ね、昔はね、こんな携帯電話はね、今も、ね。スマホをかざしたら、見えちゃうな。そうだ。あるかもしれない。だいたいもうこれだってスマホでできるんだからね、今、現時代。そうですね、うん。スマホで飛ばせる。GPX。なんだっけ、 GPS、 あ、じゃあね、マップ、 GPS マップ、 GPS マップっていうのはスマホの飛ばせる機能がついてる、ね、そうですね、他のまあまあ GPS マップは飛ばせます。スマホ上で操作もできる、操作もできると、はい、なんかね、俺思ったけど、これをポチャンって落とすじゃん、水に。そうするとね、最初に見えた魚必ずこっちに寄ってくるね。おお、うん、なんかポチャンって落として逃げてく魚ほとんどいない。まあ、音、まあ、それ音かな、音す、ね、やっぱり岸際でポチャンと落としたら、やっぱり結構バスとかは、あとね、多分
今日はエビめっちゃいるんですよ。ああここね、エビが不穏な動きするから多分。ああなるほど、それでエビを求めてみたいな、うん、多分このぐらいのエビだからバスに関わらずいろんな魚食べてると思うんですよね。ああなるほど、うん、わかりました。まあでもどうですか。いや楽しかった。面白いですよね、うんうん、面白いし、もうね本当ね、一匹釣ったあの時はねもうハイタッチですよ。ハイタッチこそしなかったから心はハイタッチ、ね、もうねすごかった、感動、素晴らしいですね、うん、久しぶりに しびれちゃった。久しぶりだね。だトーナメントでもなく、まあ完全な遊びでもない回だったんだけど、はい、でもあんなちっちゃくても、いやそうですよ、世界最初の魚かと思うとやっぱりね、そうですね、感動しましたね。これスキルをねもっとね磨けばねもっといけるよ絶対。機器も、うん、機器ももっと進歩して、これね俺はちょっとリベンジというかね、うん、またやりたいな、どっかで、ね、面白いですね、うん。いるよほら、あやべやべ、あ今度は逃げてったわまあ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 、というわけで、はい、まあ、おかっぱいライブスコープ大成功ってことで、はい、よろしいでしょうか。 OK です。 OK です。じゃあまた次回があればその時楽しみにしててください、はい、また